誤った等価関係は論理的語尾の一つで完全に対立する二つの議論について実際にはそうではないのに両者が論理的に等価であるかのように扱うこと。この語尾は不一致の語尾の一種とされる。このような語尾が繰り返される時によくあるのは二つの主題の間に共通する要素が特に数量の比較において論理的等価性を持つとみなす推認であり。 そのような投下性は論理的な規決であるとは限らない。誤った投下関係は逸話として語られるような類似性が投下性を示すものとして提示されはするものの、この類似性は過剰な単純化や追加されるべき要素の無視に由来するものに過ぎず、投下性の主張は支持されない。この語尾のありがちなパターンは A が C と D のセットであり、B が D と E のセットだとすれば、 A と B はいずれも D を含んでおり、両者は等価であるといった形になる。この場合、いずれのセットにも D が含まれている必然性はないのだが、単に偶然の類似性があるだけで、この誤尾は引き起こされる。誤った等価関係に基づく議論は、しばしばジャーナリズムや政治の中で用いられており、 ある候補者の些細な欠点が別の候補者の大きな欠点と対比されることがある。モーリー・ロバートソンは誤った投下関係を全く釣り合わないものを並列に論じることで中立な両論兵器を装うような一種の奇弁と説明した上でシリア内戦に関してアサド政権とアメリカ合衆国を並列に論じるメディアの論調についてどっちもどっち論も参見されますが これは一見、フェアなようでいて、実際は、最も悪辣な人間を擁護しているのと同じです、と批判している。誤った投下関係の事例としては、次のようなものが挙げられる。ありがとうございます。